ボーナスメタモルフォーゼ。というわけで我々も猫になりました。イエイ。ガラガラガラ。あんた猫に餌やっちょんねん。ダメばいこれ。奴らは真面目に作ったってことは、俺たちチラシ寿司トリオは、やりたい放題でいいってことか。そうだな、ネタバレをギリギリ避けて言うなら、すごいもうデスゲームっていう。そう、俺マジでビビった。ああだってゴーラスから一人消えるとは思わなかったもんね。いや、本当に。え、言ってるよそれ。だってイエロー、あれでしょ、日本語とはまた違う言語喋ったじゃん。あね、あのちゃんとあのついてたんだよ、それあの言語指導の人が。そうだよね、うん、キャンプパート初挑戦。無キャンプパート、しかもソロキャンプだからな。そうそう、火起こしからやって。まあそうだね、火を起こして、うん、レバ刺しを食べちゃったなあ、ね、悪いやつだろ。あんまキャンプでレバ刺し、馬のな、馬のレバ刺しを、うん、ちゃんと動画でリサーチをしてますからね、うん、あなた方が何を言ってるのかもう調べてみます。お、まあ多いのは、うん、ネギネギね、ネギコンビ。そうです。光でお前を浄化、白の光でお前を浄化、白の光、浄化、白の光。なんだなんだなんだ、ちょっと待って待って待って、どうだ、眠れそうか、どうだ、眠れないでしょ。一緒に使おう。まあこれで私たちの険悪な中も少しは、ちょっとちょっと片時もこいつは止まらせねえからな、うん、みんな色で組み合わせをなんかこう決めて呼び方みたいなのを作ってるけど、あなたそんなに片言でしたっけ。2つが1つになる、それができるのかと。なるほど、2が1になることができるのかという、ロールプレイをしていくゲームらしいですね。うん、そういうことよりによって私が普段使ってるサイズと一緒じゃない。しっくりくるな。なるほど、掛け声と全然一致してないぞ。私は本気でやっているんだ。それ以上閉まらないでしょ。え、紙飛行機など私は作ったこともないが、私にかかれば造作もない。折り紙ではないですけどね、それは。いけいけ、ブルーブルー、頑張れ、頑張ってください。本当主要恨むのだ。それじゃあ高専の皆様、3年目もさあ、あーこらす、ここの痛いんだよ。あ、そっちもっと痛いよ。痛いところだ。味しないと思ってたけど、まだするな。ほんのりするな。痛そう。痛い。